人食べます。あー無理か。食べない。20点だ。20点初めて取った。20点乗った。おめでとう。おめでとう。剣村20点はすごいね。すごいと思いますよ。普通に。まあ、ちょっと大きい声だ。伊豆さん80点取ってるから4分の1だけど。いやもう伊豆さん人間卒業してるからね、一旦。壁が高すぎる。一旦人間卒業してるから、ね。4倍やんねんな、あの人。壁。すごいな。あの人あれ、ね、点取るっていうか点を調整する人だから、ね、みんなに配ってる。してないしてない。伊豆さん点くださいっつって。配分してくれるんだ。そうそうそう。配給のおじさんっつって。配給のおじさん。給付みたいな。そうそうそう。伊豆さんこんだけ頑張ったんです点ください。誰に何点あげるかが。国の裁量で決まりますよみたいな。そうそう。もう全部テラヒラの上なんだ。そうそうそう。いろんな人に点配った上で80点なんだよな、残ったの。なんか点配るのはできないんですけど、特定の人物の点を削ることはできます。うん、あ、違う。できるわな。できるんや。あー、ここか。雨降ってどこや。いやー、ゲンムラマリカすると月曜日って感じがするな。一週間の始まりを感じるよね。うん、これから頑張って。今日は何曜日か分かってなかったんだけど、これをやっぱやるとリセットになるよね。そう、あ、月曜日だ。なんでゲンムラではならないんだそれ。なんでマリカになってる。アモなくてマリカ。アモアスはならないのよ。いや、マリカはむしろ日付変わってるけどね。確かにね。でも頻度的にね。確かに。アモアスはもう結構やってるじゃないですか。うん。マリカも他は結構模擬形式とかやるから個人戦でずっと走るのはゲンブラマリカだけだ。うん、確かに模擬増えましたもんね。壁塚がちなみにこの前ゲンブラメンバーで模擬やりましたけど、あ、匿名マリカか、うん、匿名医師も一緒でした。ないよ。変わんないですよ、みんな。そりゃそうだよ。OK さん、ゲンブラマリカ久しぶりで、うん、どこで騒ぎばいいかな。絶対誤差してた今。あ、とりあえず返事しとこうってやつ。村人じゃねえかよ。マイクラのタイミング。めちゃくちゃ適当な、うん、でスマホ見ながら返事してた。あ、英語、いや絶対エゴサしながら返事してるわ。エゴサゴシキ本当に何もしてない。ただただぼーっとしてた。何で重ねんねんその辺を。え、どっからその「へん」って出してるんですか、その出そうと思わなきゃ出せないんですよその声。マッサージが終わった後ぐらいに。じゃあいつもマッサージ終わった後の気持ちない。イメージって何どういうこと。一応なんかリラックスしてる時にこう「へん」はい、皆さんこんばんは、エサガイテイスと申します。あまり方の実況動画上げてます。あの、今日ポン酢とついさっきまで夜ご飯食べに行ってまして、こんにちは皆さん。あの、ね、一緒のもの頼んだんすよ。ほんなら、あの、先にポン酢のやつだけ来てポン酢食うの待ってたら、まさか僕の注文通ってなくて、ポン酢が15分間そば食うのを見ただけで帰ってきました。よろしくお願いします。かわいすぎる。はい、どうも皆さん、こんにちは、スメケンです。最近独り言がなんか増えてきました。後ろを見る、なんか視線を感じて後ろを見るとチビケンがこの人なんで一人で喋ってんだろうみたいな感じの目でなんかずっと見てくるようになりました。怖いです。チビケンのセーフだよ。俺ら画面に向かって喋り続けてんのに。確かに。はい、こんばんは、おもじです。すみません、私事なんですけど、僕は 100% 完全デスクワークに転職してなったんですけど、まあ、この
このシーズンが初めての半袖、その 100% デスクワークになって初めて半袖で今仕事してる状態で、肘完全に言わしちゃってるんですよね。デスクワークのそのついてるじゃないですか。うん、なんかその似たような経験してる人、何かいい対策方法あったら教えてほしいです。本当に右肘、昨日の特にジオの途中で前のめりになった瞬間にグキってなったんで何かアームカバーとかダメなんですか。やっぱそうなんですかね。FPS の人とかやってるようなやつですよね。ジムのおばちゃんがつけてるやつじゃなくて、そうそう、あ、そうか、あ、そんな花柄のやつ、花柄の何かしら対策をちょっと考えていかないといけないんで、いい案がある人ぜひ教えてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、こんばんは、ガミです。うち2階建てで、1階にも2階にもトイレがあるんですけど、あれ今あれ誰か入ってた、おぱめと誰が変わってた。すいません、代わりに頼めないかという連絡を。ガミさんの同説上がっちゃう。あらほんまや、高田さんいない日だけ僕同説めっちゃいいんですよね。皆さんも配信とかってついてます？ついてます、はい、まあ、まさに今ガミさんが自己紹介してました。失礼いたしました。じゃあミュートして準備しておきます。高田さんパソコンが起動しなくなったそうです。あら、あら、いやー残念ですね。嬉しそうやな、バズってるな、嬉しそう。はい、いやもうこの村長がいない悲しみで僕の話はどうでもいいので次に進めようと思います。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ゲーム実況者の慎太郎です。最近のねマイブームがですね、ピアノが上手い人の動画を見て、で自分がそれを弾いてる姿を想像として、承認欲求を満たすっていうことがマイブームです。お願いします。はい、どうも、えいです。ですね、バンドで、僕とかネロちゃん動画でバンドやってて、その T シャツを作ったんですけど、はっちゃん59歳の顔がデカデカと書いてある T シャツがあるんですね。で、その T シャツを着て、今日、ウーバーの人を出迎えたら、鼻でちょっと一瞬笑われました。T シャツを見て。よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。羊飼い系です。そんなキャラやったっけ。ちょっと、高田さんいないから、ちょっとテンション上がっちゃって。すいません。おい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 。よろしくやつおるな。リンがない。先ほどなんかね、開始前にちょっとギャンブルの話、競馬とかの話とかちょっと聞いてたんですけど、話聞いてて 100% ギャンブルに勝つを思いついたんですよ。あ、それはですね、ギャンブルをしないことです。よろしくお願いします。勝ってないです。お願いします。勝ってないです。期待値捨ててる。期待値捨ててんだよな。はい、すいません、まだアマンソの画面にはいないんですけども、急遽参加してと言われて来ました。赤目田と申します。高田村は4回目ですが、ねじ込まれたということは、まだ呼ばれるという淡い希望を抱いてます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。都合のいい男にだけはなるなよ。はい、皆さんこんばんは、伊豆です。高田村楽しんでいきましょう。固定コメント。コメント。ちなみに、夜ご飯は何も食べてません。ポン酢と一緒に同じそば頼んだら、1個だけね先に来たんですよ。珍しいなと思って、なんか同時に来るパターンかなと思ったら1個だけ先に来て、同じ内容で、でとりあえずまあポンズの方が年下やしね、もちろんポンズ飯食いなっつって食わしてる間ずっと待ってたけど、あれなんかこうへんなって俺もポンズも不思議があってきて、注文履歴見たらなんと2で注文したはずやのに1しか通ってなくて、もう食う時間、注文してから来る時間も待てないので、最後おとこけじゃんけんして俺が買ったので、全部おごって帰ってきました。人が飯食う姿を見てお代全部おごって帰ってくるっていう、もうこれハラペーニョ持ってこいよ。わけわからん、ちょっと30分1時間をね過ごしてしまいました。いつかポン酢に払わせようと思います。頑張ります。仲良くしようって言ったじゃん。じゃあ赤目田さん、開始の音頭お願いいたします。代理で来られてる。いつものね、いつものやつ。ああ、そう、いつものやつ。代理か。うん、さらにいつものやつで、うわ、そう、次行こうみたいな流れね。そう、あ、じゃあ行きますかね。じゃあ28日1試合目行きますかね。よろしくお願いします。そんなこと言わないでしょ。注文代わりにはなれないのよ。見てないんだ配信。お願いします。お願いします。
例えば話変わるんですけど、あの結構えぐい量メタちゃんの配信見てて、わー、ね、ありがとうございます。全部見てる全部、わー嬉しいな。その俺の動画投稿時間とか動画編集してる時間と被るから。あ、そうか、5時そうで、他の人配信してないからなかなかね。そうそうそう、なんか変ななんかヤンデレみたいなゲームの配信も見てたしあれ2時とかクソ早かったけど。そうそうそう、ありがとうございます。なんかね、あ、雰囲気業界内視聴率の方が高いんじゃないかって思う頑張ります。メタちゃんの歌ってみたも流れてきたわ。歌ってみた、あー懐かしいな。3年前ぐらい泣けてるやつ。あ、そう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 、多分配信見すぎたせいでおすすめに流れてきた。真面目に VTuber やった頃の名残が出てきたんだ。メタちゃんは一応 VTuber なの、分類としては。そう、ただ、うん、もう顔バレとかの事故が一時期いっぱい見てたから、もうめんどくさくなって GIF 画像で録画したのを一生流す。あれ連動してないんや。あ、連動してない、全部 GIF 画像。めっちゃ連動してると思ってた配信画面のやつ。いや、そう、あのね、常に喋り続けてるから連動してるように見えるんだけど。いや、そう、なんか目線とかもちゃんと動いてるからさ。そうそうそう、 あれ全部録画したんや。へえ、そうなんや。もうカメラも1年以上繋げてないっすね、これも。そうで、逆に、いや、そう、逆にあんななんで小さくしてるんやろと思ってたけど、そうそうそう、でかくしたらね、バレるか、ね、目線とかこう。多分僕らどっちも、うん、多分レスナー属性持ってるから。あ、でもね、残念メタちゃん、もう俺は先に卒業したから。あ、卒業したの？残念。そう、ちょっとね、マジか。ある制約を交わしたんで、もうしません絶対。あ、そうなんだ。残念でしたマジか、じゃあ俺も卒業しますわ。ずっと仲間だと思ってたのに卒業したんだ。あ、ちょっとしません。いや、了解。月1ぐらいしてたけどそう俺もメタちゃんも月1ぐらいしてた。そう、俺もしてた。お互いに良くないって分かりながら多分してる。そう、俺笑い、一瞬の笑いは取れるからいいやとやっちゃったから反省します。1位でトゲ受けた。オッケー。